皆さんこんにちは、うなぎです。今日はですね、友達と今スプラトゥーンやってたんですけど、リア友の秋元くん、彼に対して今日はちょっとドッキリを仕掛けていきたいなと思います。彼には何度かドッキリ仕掛けてるんですけど、今回も普通に遊んでる延長線上で一つドッキリ仕掛けていきたいなと思います。でどんなドッキリかっていうと、マルチミサイルをめちゃくちゃ撃ちます。自分プラス味方のマルチミサイル。まあ、これだけだと普通のガチャマッチと一緒なんですけど、今回は、秋元くんのチームメイトの人、チームメイトのイカちゃんにも協力してもらって、お互いあんまキルしないように、マルチミサイルだけ貯めさせてもらいます。で、マルチミサイル貯まったら全部秋元に撃っていくっていう。まあ、ドッキリとかもう嫌がらせなんですけど、僕の友達なんでね。仲いい仲いい友達なので、許してくれるでしょう。どんな反応するかちょっと気になるので。登録よろしく。ちなみにさ、エリアの方は自信はあんの？いや、秋元が矛好きなのは知ってるんだけど、エリアは自信あるのかっていう。いや、別に基本的に誰と比べるかによるんじゃない？え？人と比べるの？お前自信ってものを。人と比べるんじゃないの？違う、自分の中で、4つのルールの中では自信がある方か。どうなんだろう、これ塗るだけだから、ね。ちょっとここからミュートにしました。秋元の位置を確認して、そこにマルチミサイルを撃ち込んでいく。多分あそこ。多分あいつなんだ。俺分かって、あいつの位置分かってるから意外と。結構突っ込むんだよね、秋元って。だからそこにマルチミサイルを撃ち込んでいく。ほら、マルチミサイルで死んでんじゃん、あいつ。ほら。今復帰するから、構えときまーす。ここ構えときまーす。多分秋元来まーす。はい、来ました。行きまーす。やばい、これ。これ、秋元だよ、これ。おぉ、びっくり。これ、倒さないようにしといて。やべ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 。じゃあ、秋元だけ、もう狙うから。俺はマルチミサイルで。リア友の特権ってやつよ。やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。あ、これ、秋元だ、これ。このマルチミサイル撃ってる秋元、これ。何やってんの？あー、やべえおい、なんで相打ちなんで今の。なんでだよ。あ、リードされたし。めちゃくちゃビビったわ。今のバレてたみたいです。ちょっとミュートにしました。よしよしよし、とりあえず塗って。で、協力者のもと、マルチミサイルいっぱい試させてもらうから、秋元の位置だけ確認してよ、最後。撃つ前に秋元の位置を確認。これ、味方。いや、敵という味方だ、今の。あ、これ秋元？これ違う？こいつはプライムだから違うわ。これかな？とりあえずエリア止めますか？エリア取っといて。これ味方か。一応味方みたいなもん。これ止めよう、止めよう。あ、やべ、これ秋元だな。ちょっとエリア止めないと。これ秋元、いけ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 。いけいけいけ。俺のマルチミサイルで煽っとこう。煽る時の反応が薄い。煽られたのに、あいつ反応薄い。なんで反応薄いんだよ。でももう一発打ち込んどこう。もう一発。いけ。あいつマルチミサイルに弱えな。ちょっとミュート戻しますか。お前、丸見さんに弱いな、秋元。秋元。あんな撃たれたら仕方ない。何？あんな撃たれたら仕方ない。うち、マルチミサイル軍団だからね。うちのチームは。いや、それは知ってる。知ってる？うん。ちゃんとね、貯めてんだよ、みんな。うん。ちゃんとみんな貯めてる。全員でしょ？しかも、溜まりやすいやつでしょ。そう、みんな溜まりやすくしてる。俺、いけ。あっお前、どんだけ俺のマルチミサイルやられるんだよ。わ、危ない。わ、ボム危ない。すげえエリアの塗り合いだ。これ、あ、間違えた。お前、めっちゃ死ぬやんね。ねえ、ほら、また来てるよ、マルチミサイル。
ひどいぞ。ここ秋元だ。やめろ。うわ、やられた。秋元にやられた。よしよし。秋元にやられちゃった。これか。ナイス。これだな、秋元。やばいやばい。ああ、負けた。負けた。勝った。くぅ、惜しいな。めっちゃ打ったよ、うちのチーム。絶対。15発ぐらい食らった気がするけど。15発全部含めて？いや、じゃあ自分だけで。39、39いってます。